はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は波動高校強化で、天才の入部届を使ってキャッチャーを作っていきたいと思います。てかもう天才の入部届いっちゃん最初に始まった瞬間に発動して、一応この能力になってます。でパワー強化できてるのでパワーがもう、C の手前ですね。で肩とかねめっちゃ低いんだけど初期値どんだけ低かったんだよっていう感じですけれども、でイベントデッキはこんな感じです。今野ちゃんから司令塔を取って、トシ君から球界の頭脳で、水鳥からささやき戦術で、浦賀から、守備職人ですね、じゃなくて魔術師か、といったところになってます。で今野ちゃんのねイベントがどうしてもちょっと重いんで、後イベの軽い、ちーちゃんを入れてますと。で一応筋力要因として、バレミオちゃんを入れてきましたと。まあこんな編成になってます。じゃあやっていきましょう。どうしてもねお守りがないんで、まあやっぱり今野ちゃんは最優先で追っていきましょう。ここでもまた評価が上がるね。よしよしよし。しかも体力回復するんだっけ。今野ちゃんは本当に体力回復キャラだな。今野ちゃんがいるね。もうどん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 追っていきましょう。さらにラブパワーも発動。ここからラブパワー回復がね来てくれればだいぶ楽なんだけどな。一応ね打てるキャッチャーも作りたいんですよね。どうしても守備寄りになっちゃうんですけれども、ただ打てるキャッチャーこれはどうしようかな。精神にな誰かいればよかったんだけどな。まあ打撃でいいですかね。あと回復してくれるキャラはいないはずなんで、できれば次の週あたりに今野ちゃんがいてくれると嬉しいけど、嬉しいけど、いないから、トシ君からコツをもらいましょう。とりあえずキャッチャーコツくれ。パワーヒッター、まあ悪くはない。これラブパワーが切れてさ、あ大丈夫か。めちゃくちゃやる気が下がるパターンかと思ったけど、20% 今野ちゃんどうしよう。やろう。回復してくれ回復。もうやる気下がってもいいよ。おおありがとう。キャッチャーだとねトシ君の通常イベントも2回発生するんで、後指がやっぱり少し重いかなっていうのはちょっと気になりますね。おーラブパワー長いね。もう1回回復してもらおう。永遠に練習ができる今野ちゃん。よしよしよし。苦手なものまあしょうがない。やる気が下がるけど体力はめちゃ回復した。あとはちーちゃんのアンダ製造機が成功してくれれば嬉しいけど、ミートを上げておきますか。 E にしておこう。一応 D にはできないからね。でコツが来てる。水鳥キャッチャーをください。まずはちょっとキャッチャーコツ最低でも3欲しいからね。はや打て。課金スカッ。うお痛い。これは痛い。出だしは良かったけど、ここはもう寝ましょう。今野ちゃんってどうなってる。いやいやいや。まあ回復はいいんだけどさ、トシ君パワーヒッターは取れない。キャッチャーをください。トシ君はねちょっとコツが多いから練習。ここってちょいちょいやる気を下げてくるね。野球の指導をしていただきましょう。今野ちゃんがいない。
トシ君がだいぶタックに来てるね。お、ドキドキ。これはもう彼女にしちゃう。どうする。でも10月の2週だよ。いけるんじゃんとかやってるとね、失敗する可能性があるけど、んー、せっかく10月中でしょ。10月中だったらごまかそう。でへでへ。まあ、とりあえず乗ったっていうことは分かったんで、あとはほっときましょう。みおちゃんの評価を上げつつ回復をしますかね。鉄骨みおちゃん、うーん、パワーヒッターは5で掴むか。よし、 OK。さてここからみんなに火がついて、三住くんっていうのかな、三角くん、やる気がないな君は。どうすっかねこれは。メンタルにしとくか。どうしてもね精神が足りなくなるからね。まあ、ここら辺はちょっと進めていきましょう。片野くん。君らはどうして一人やる気のない者がいるんだ。11月中にね、今野ちゃんもう一回告白イベント起きてください。これどうしようかな。微妙に減ってるときはね、回復もちょっともったいない気がするんですよね。で、みおちゃん。たべっくん。君らは一体何なんだマジで。監督評価を上げるか。コンノちゃん、告白はコンノちゃん、ストレスフリーの方か。12月に突入してしまったな。とりあえずミオちゃんは成功したね。あーチーズと、ウラか。なんかみんなさ、こう微妙にいない。どうしよう。11月の4週か。ウラガとか乗ってないからね、そもそも評価が。水鳥とかも評価上げてこう。そう、コンノちゃんもねお守りがないから多少は一緒に練習しないとマックスまで評価がたまんないと思うんですよね。コンノちゃん、ウラガ。いやー、1回目で告白イベントを終わらせておいた方が良かったかな。いや、でもね、2回目彼女っていうのはどうしてもね経験点が違うんで、オーバーヒート組が少ないな。まあ、ここはトシ君と練習しておきますか。まあ、技術がやたら溜まってきたな。これ水鳥のね評価がね気になるからね、やっぱり。水鳥どうだ、これは成功したってこと。よし、かなり掴んだ、かなり掴んだのはいいけど。寝るか。さて、喧嘩なんてすんじゃねえよ。間に合わなかった2回目。欲張るのは良くない。金原オーバーヒートしてない。ダブルタック来てんじゃん。クリスマス一人ぼっちか。悲しいクリスマスになってしまった。ここでキャッチャーコスくれれば嬉しいけど、どうよ。
れ2回目かくれるのは。どうしようかね、これは。あ、メンタルにコツがあるんで回復しつつ、阿部比で回復と。まあ、最悪ね、さっきのが告白イベントだったらここが間に合ったかもしんないけど、もういい、俺はモテモテになりたいんだ。ちくしょー、彼女が欲しいんだよ俺は。中吉、まあまあまあいいですね。で、1月の1週に入ったところか。どうしようかな、ラブパワーにかけるか。せめてラブパを発動してください。ありがとうございます。で、またコンノちゃんを追いつつ、あ、ツボ拳法が来たから回復しましょう。で、コツ、おー、3人オーバーヒートやろう。ちょっと技術さばかないとまずいかな。もうドキドキが遅いよ。告白する、これどんくらいだって出ればいいの。回復しつつ20-20-20-20の粘り打ちか。経験点は結構もらえるね。その代わりクリスマスを犠牲にしたからね結局マイナスだよ。まあね、2回告白はね本当に大きいですけど、ここのねクリスマスに間に合わないっていうところがちょっと厳しいですね。だから間に合えばめちゃ強いっていう。総力とりあえず E にしておこう。 E で止めとこう。もう肩がねないからね、キャッチャーのくせに。 D にして、守備も D にして、呼吸も E にしておこう。1月の3週か。オーバーヒート2人いるけど、2人だとちょっと微妙だね。でも浦賀くんいいね、これは普通にやろう。で、号令は次に取っておくか。足はね自信ないんだよね。まあそこそこか。おわおわおわ、うん、やる気が、やる気が。ちょっと今野ちゃんにやる気を上げてもらおう。ラブパワーで一気にやる気回復、さすがてかラブパワー率高えな。で、ここはもうちょっとさすがに無理だな。オーバーヒート30はねきついきつい。ちょっとね噛み合わないところがあるね。あ、これは勝負しよう。イベントはどんどん進めていきましょう。で、アンダ製造機欲しいね。そうすると、まあ、まずはね、入ってくる、入ってこなかったかな今の。この1回目と2回目の勝負に勝たないといけないけど、スタートライブ打てん。もう1本、スタートライブちょっと打てねえよ。マジか、負けた。この本野ちゃんのバレンタインってどんな感じだ。体力を回復しつつ経験点ももらえるという、素晴らしいね。で、いつものミオちゃんのおまけがついてくると。コツ、浦賀、ちーちゃん、浦賀からローボールヒッターとかってさ、1で取っていいかな。ちょっと見てみよう。パヒタも取っとこう。粘りも取っていいでしょ。トシ君とか粘り持ってるからね。ローボールヒッター44か、ちょっと重い気がするな。まあ1回
ツを掴んでコツをくれなかったけど、さてここで巧みなリードにして、ラブパワーが切れたと。誰もいない。ただデートも進んでないといえばデートも進んでない。どうしようかな。一回号令かけるか。コツが来た。まあそれだけでもよしとしましょう。水鳥キャッチャーをくれ。キャッチャーをまずは早急。悪くはない。撃たれたー。よし、みんなに気合を入れて、これはなんだっけ。細かいことはいいんだよ、とにかく来い。うん、筋力もらえるのか。結構いいね。片野くん、おお、てかさ、総力のさオーバーヒートが多いね。まあでもこんだけもらえれば全然いいでしょう。おお、体力も回復してくれる。デートがその代わり全然進んでないよ。ミオちゃんはもう燃え尽きてしまったのか。監督の評価がな、全然足りてない気がするんだけどな。2回くらいは追わないといけないかな。ここでちょっと監督の評価を上げて、で、まあここで体力を減らす必要もないでしょう。コツは水鳥か。水鳥はちょっとやりたいね。早球はもう潰しちゃおう。これバントはね結構重いからね。バント持ってたよね水鳥って。持ってなかったっけ。対左とかも持ってるからね。よし、キャッチャー、まあキャッチャーね、これで1掴んでくれればかなりでかい。どうよ、キャッチャーとしてのなんとかがどうのこうのって言ってたけどブロックだった。何これは、燃えてる人がそもそも少ないな。号令かけよう。特に何もない。マジですか。ちょっとな、デートしよう。コンノちゃんって選択肢とかなんか出てきたっけ。あ、出てくるわけではない。練習に付き合いましょう。もうこれは体力マックスなんで。で、裏側の金徳ですね。魔術師も欲しいと。まあ魔術師はね確定なんで。あとは特にみんな燃えてないな。主人公燃やせ早く。何人かに燃え移ったけど、コツは水鳥か。全然燃えてないんだ。誰も燃えてないんだけど。ちょっと水鳥コツを見よう。あ、バントなんてなかったわ。キャッチャー送球対左か。まあ、対左確かにな。欲しいといえば欲しいけどな。監督の評価も足りてないからな。どうしようかな。ここもね、いいんだけど、まあ、コツか監督か、コツか監督かって言ったらコツだな。キャッチャーが5になるのも悪くないし、まあ、ポイントもらえるのもいいし、気合を入れ直して一応見よう。おお、 15% かー、プラス44かー。どうしようかな。攻めよっかな。攻めよう。よーし、
もう次はちょっとデートしないと無理だよ。やる気を下げられた。さらに体力を削られた。監督評価が上がった。何にもない。 OKOKOK。 こういうね、何にもない時にねデートができるっていうのが一番いいっすね。これ何食えんの？ネクタイティ30か。回復量は次練習はできないな。もう一回やんなきゃダメかな。何にもないっていうのが一番いいんだけどね。まあ、号令はかけられるけど、トシ君か。まあちょっと無理をするところでもないのでデートしましょう。これで3回目だよね。あー、これはあれか、選択肢が出るな。全然わからんけど、ここはやっぱりこれでしょう。俺には美咲がいるから。チャンスか。いいねいいねいいね。よし、ここでもうこれは完全にあれになったかな、評価マックスになったかな。ま、監督評価は試合で代打で打てば大丈夫でしょう。5月の1周もう号令しちゃおう。まあコツか。トシ君やりましょう。これはアベレージヒッター。よし、アベレージヒッターはもう掴むか。5だしね、代打。自分の打席をプレイして能力を上げていくか。まあ、まずはちょっとキャッチャー30、40か。まあ、やっぱりもうちょっとな減らしたいよな。球界の頭脳がねどうしても高い。チャンスはもう4で掴んじゃおう。あと何かある？ローボールヒッターね、これもいっか、掴んじゃおう。 CC やブロックも掴んじゃおう。ささやきは特にあれなんで、やっぱり3っていうのがでかかったな今回。司令塔ってどれくらい重かったっけ。骸骨がないやつはねどうしてもね3で掴んだ方が軽減率がかなり高いんで、まあ、カラスマだったら、カラスマだったらって言って舐めてるとこれは V スラ無理。追い込まれて、追い込まれてからの最悪デッドボールとかでもいいよダメだった。もう一回回って、きた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 。よしよしよし、杉浦君ちょっと待ってね。カーブは見送って、これは入ってくるか。シュート、なかなか厳しい球を投げてくるね。うん、1球外してからのちょっとボール球だったけど、とりあえず打てたからいいわ。まあ、ヒット1本打てればね、今回の目的は監督の評価を上げるっていうことなんで。ただこれで、そうか、波動は監督評価下がるのか。でもまあ12上がっての5下がりだからいいでしょう。で、予選大会までに監督評価が間に合えば全然いいんで。あとは守備職人か、欲しいね。浦賀のこととかもな。ミオちゃん、まあ、コツがあるからとりあえずやっときますか。キャッチャーコツが欲しい。キャッチャーコツ対左、で魔術師ですね。これもおお大成功からの、デートと。今週は本当に何にもないんで全然デートでいいですね。で次がラストか。どうしようかな。一応見よう。
カウトさん評価とか全然上がってない気がすんな。メンタル結構必要そうだからな。ここはちょっとメンタルをやっとこう。でスカウトさんからポイントもらえれば OK。 で6月に入った瞬間もうみんなやる気ねえな。号令、まあ、別にね普通の号令を1回かけてもいいですからね。メンタルは燃えてる人がそもそもいないからね。裏が、あと何があったっけ。チャンスはもう掴んだ。でローボールヒッターも掴んだ。あとあるのは帳尻合わせ持ってるんだよねあいつ。まあいいわ、ちょっと1回裏がからコツをもらいましょう。守備職人プリーズ、守備職人、帳尻合わせか。技術はただ結構あるからね。よし、精神をちょびちょび稼ぐ。で水鳥対左はどうしようかな。3でもう掴んじゃおうかな。そこまで重くはないよね。よし、これでキャッチャーコツをもらおう。キャッチャーコツ練習。で何にもないのでデートをして、これで今野ちゃんが完走ですね。うん、で司令塔かなり掴んだ。 OKOKOK。 これは精神をもらっておこう。で一回号令かけちゃおう。ここ大丈夫でしょ、一回くらい。さてやることといえば魔術師はまだちょっと重い。司令塔70か、いいね。3で掴めれば全然いいね。帳尻合わせは取っとこう。魔術師とあとは球界の頭脳なんだよね。で基礎能力もやっぱり上げていかないといけないから、あちょっと足は捨てるとして、肩守備補給もやっぱり D は欲しいよな。ちょっとここで一回止めとくか。そこからの恒例、そうだそうだー、コツちーちゃん、裏がとか水鳥が良かったな。まあこれでポイントをもらえたのはただなかなかにでかい。でコツが来てる。トシ君キャッチャーコツが欲しいけど、キャッチャーコツが欲しいけどちょっと厳しいかな。トシ君は練習。何番？3番か。でもてかさ、ここ結構あれだよね、キャッチャーの層厚いよね。キバがなと頑張ってくれればな。どうしようかな、試合のためにキャッチャーを取るっていうのもありっちゃありなんだけどな。やっぱり置いときたい。球界の頭脳持ちとかね、トシ君とかを入れると割とピッチャーがね安定するんですよね、やっぱり。ああ、これはせっかく走っていただいたのに矢部君に。よーし、まずは1本満塁。満塁からのバンドイホームラン、一発病とか。岸君悲しいな。あ、そうだ、俺対左だった、そういえば。まあ本当にね、この地方大会初戦っていうのはバッティングの練習にはねすごいいいっすよね。球速もそんなに速くないから、こう変化球を捉える練習にもなるし。で次はさすがに寝ないと無理かな。
一応コツだけ見て、ユラガと水鳥かすげえいいわー。まあ寝よう、これは寝よう。よしよしよし、とりあえず全回復からのコツはある。トシ君、水鳥、これはキャッチャーコツを優先させよう。ここちょっとな、ゴンノちゃんもいて体力の減りとかが良さそうだけど、水鳥だな。キャッチャーコツをくれ。よし、ありがとう。これで5になった。あとはスバルさっき負けたけどね、スバル。ではキャッチャーと、球界の頭脳を取りましょう。 OK、 やはりだいぶ精神がな削られたな。あと回復はだからまた例によって精神で回復しつつっていうようなやり方で調整していきますか。ツーアウトランナーなしという場面で鍵場が投げた。おお、全力ストレート。まずは見送りました。投げた。これはいくか、どうだ、いかない。打球はそのまま伸びていく。まあ、まずはね、やっぱり勝つことが重要だから点を取らないとね。頑張ってるね、さすが球界の頭脳。 OK、 2本目てか俺しか点を取ってない。まあ波動高校はそういう高校だ、しょうがない。ここまで全打点を叩き出しています。投げた。トシ君とかね、試合出てないよねこれ。ちょっと見えなかったけどさトシ君が試合に出てないっていうのはすげえ痛いよね。超もったいないよ本当に。俺サブポジファーストとかでもいいからさ、トシ君にさキャッチャーマスクかぶせてさ、俺ファーストでいいよ本当に。ウラガー、うわー、クマクマなんとかくん、クマ谷くん、クマヤくん、わからんけどでもまあポイント的には悪くはないね、悪くはない。結構もらえるよ、プラス56でしょ。あ、これやろう、守備普通に全然いいわ。あのクマなんとかくんが燃えてなかったのがすげえ悲しいけど。でこれはコツが来てるけど、ミオちゃんかちょっと無理だよな、メンタルしとこう。さて初戦はどこだ。できればマチェットの方がいいけどね。よしよしよし。あ、オーバーヒート人数ってそういや上に書いてあったね。肩上げの、守備上げの、精神がちょっと足りなそうだね。守備は A にしておいて、肩も A にできますねと。そしてアーティスト取っとこう、せっかく手に入れたアーティストなんで。あとは魔術師か、守備職人が本当にコツ欲しい。浦賀くんが来てくれれば。お待たせ。ターン。波動リードで迎える1回です。バッターは鍵場が。カーブはボール。第2球投げた。これはどうだ。ちょっとちょっとちょっと。伸びた。伸びていった。波動リードで迎える3回です。ワンアウト。あ、しまった。下を叩いてしまった。セカンドフォースアウト。まあ、とりあえず勝ってるから最低限のことはできてんな。この回はクリーンナップからの攻撃になります。攻めて1本、はい、もう1回回ってきた。湯場に変わってる。湯場はちょっと変化球だからな。入ってくる、これ入れては来ないか。これは完全なボール球、カウンター2ボール。こういうフォーク無理か。まあいいわ。鍵場だ、ツーベースヒット。そういえばなんかさ、甲子園のさなんかマーチが変わったみたいですね俺あんまりさ音量でかくしてないから全然気にならないんだけど。これはねやはりねミオちゃんからポイントをもらう、それとも技術が若干余りそうな気はするけどな。まあやっぱちょっと
チを上げておこう。次もメンタルになっちゃうかな。そうするとただどうしてもやっぱり精神が足りてないよね。もう走塁っていうか盗塁は取る必要はない。次のために魔術師は置いておくでしょう。まあ魔術師で消耗するからいいか。技術ポイントはお待たせしました。あんまりねそのゲームの音量を大きくしすぎるとこっちにね音が入っちゃう、マイクにゲームの音が入っちゃうんでね、そこまで大きくはしてないんですよ。ただなんだかんだやってるうちに追い込まれて、ブングはね本当やだ、ピッチャー陣が本当やだ。入れてくる、危ない危ない。こいつらのねもう変化球中心軍団が、低めボール外れてもわずかながら外れています。ちょっとやっぱりパワーが足りないか。でも点にはなったな。よしよしよし、波動リードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で鍵をね外してくるからね。もう一塁牽制球を送ります。そうか、矢部がいるからか。投げた、打ちました、難しい変化球に合わせるのが。波動この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番鍵和田。今日はここまで3打数2安打。際どいところにストレートを投げてくる。投げた、そしてこういうのは入れてくる。投球は3球目、投げた、シュートを外して、カウンター2ボール1ストライクです。次は4球目、投げた、これも無理だな。フォーク第5球、これ入れてくるか。よし、こう外からね内に入ってくるスライダーとかねシュートとか、これはわりかし狙い目ですね。まあポイント的には悪くないんでいいでしょう。で最後、あメンタルにコツがね、これはもう安全にいこう。裏がのコツはなかったけどしょうがない。で魔術師は直取りか、逆境とか、そんな精神力はもうない俺には。あとは虹谷ね、特能で魔術師を取って、逆境取れるか、取ろう。でそこからよ、そこからミートがね多分 B にできるんだよね。よし、敏捷も D にはできるか、 D にしておこう。これでだいぶなくなったなポイントが。で精神がやっぱり足りてないか。まあ補給とかはね極端に少なくなければ別にいいと思うんだよね。お待たせ、全国の頂点、さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で鍵場が本当に嫌だ。第2球投げました、これはシュートはもうボールか、膝元へ、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、これはいったか、これはいい当たりだ。 OKOKOK、 波動この回はクリーンアップからのこのね4つの端に投げてくるストレートっていうのが狙い目ですね。まあ、たまにねこう外したり入ってきたり、やっぱり4つの隅なんですよね。ポイントはダメだ初回打っていこう、調子が悪い。せめてもう1本、いかなかったか。結局ホームランが1本っていう悲しい事態に終わったな。ちょっとポン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 振りすぎたね。57、でどこまで伸びるかだね。あとはとりあえず1位にはなったか。で今野ちゃんはまあ別にエピローグは普通のエピローグだよね。
なんかコツをくれるわけでもなく、これで、うわ、5700か微妙だね。まあ上げるものを上げていきますか。パワーとか B にしたい気がするな。どうしようかな。でもな、肩とかちょっと S にしたいよね。で、守備も S にできるよね。補給は無理か。臨床値が微妙に足りない。で、怪我しにくさを取っておこう。ポイントが余ってるから。で、意外性もいけるか。で、割かし結構ポイントは使ってるね。うまく何かがダダ余りするってわけではなく、悪球打ち取るせっかくだし取ろう。で、あとパワーが1個上げられるでしょ。よし、これでいいか。まあやっぱりね、点数がねそんなに伸びなかったっていうところが今回痛かったかな。ゴンノちゃんのね告白を欲張ったところがあったのと、まあ最後の試合も微妙に落として経験点を、そこが響いたかな。6000、やっぱ6500くらいはポイントとしては欲しいんですよね。まあただ天才型 S3 か。キャッチャーはね本当にね作るのが難しい。特区能がねどうしても経験点めっちゃ使うんで、まあ、それを揃えていくとなかなかね強い選手にならないというところはありますけれども、まあとりあえず球界の頭脳、司令塔、ささやき魔術師の肩 S、 守備 S なんで、まあ多分1軍には入れるかな。あんまり強いキャッチャーいないんで自分のチームには、というところで、今回はこれで終了したいと思います。まあ、波動高校はねやっぱりスタンダードでその分、終わるのも早いので、まあ、そこはいいところかなと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。